さあでは行きましょう。3戦目ってやつですか。いやもう一生これやるわ。マッチで行きましょうか。とりあえずマッチで行きますわ。マッチの方が勝ちやすい可能性は出てきた。本当にここまで来るとね、風にぶつけて、よいしょ。いや頭痛なってくるわほんまに。これ性格やな、毎回これやもんね。ちょっとオーバーする感じ。結局優勝スコアというか、さ前回スコアがオーラ出た。イーブン、お互いイーブンでしたね。最終をこれを寄せないと話にならないという。おミスター、ギブアップせや。ギブアップでいいやろ。どこですね。強ない ?80% 引くって知ってたかのような。まあでもチップインの技術は私ちょっと上がってきましたよね。コントロールできるようになってたというか、球を。リリーにお膳立て。しゃ、いやもうちょっと集中しよう。マジでリリーパーパット、これは入る、これは入る。なんぼ金持っててもこれ外せへんね。うん、理不尽なバーディー連発来るから絶対に、いずれ。死ぬほど飛ばしたる。オッケーオッケー。ティーショットさせてもらえる時が少ないから、パワーショットはティーショット使っていきますね。どんどんチャンス作りということで、でまあラフからの方がミスショット出やすいんだろうとは思うんで、まあもうしょうがないですけど、リスクは背負って勝負していこう。俺もバーディー書くか。乗せてさえくれたら、パター勝負にさえしてくれたら、本当にナイスショット。珍しいセカンドでのナイスショット。パター勝負にはしてくれないんですよね、リリーは。やっぱ乗せれないんですよ、そこが非常に能力的に甘いので。こんなもんすか。最後のあのターゲッティングが絞れないんですよ。遠いんですよね。ラッキーですけど、多分リリーも外すんで 1.8。 あ、外した。ダメなんです。僕のせいですかこれ。せいですかね。リリーは多分ね、1m1.5 でも怪しいですね。 1.2 は決めよったの見たんで、その辺からが正念場になってきますね。あとやっぱ近い遠いも、そこまで、こういう時に近い
方がいいとかそういうのもあんまり関係なさげではあるんですけどね。まあでもある程度近く行っておいてあげる優しみを男として見せていくか。近くてもラフやとあかんのか。おいおいおい、やったぞ、やったんじゃん。あーあーあーあああ、何してねん。いやこれ苦しいよ、これ苦しい苦しい苦しい、これは苦しい苦しい苦しい。あーあーあーあああ、くしゃくしゃなってる。帳尻を合わせてくる、さすが。チャンスですよ、勝たしてくれる神様が勝たしてくれる回。止まってくれ。よし、ほぼ真横のライン入らない。こういう時ストロークやったらってすっごい思うよな。逆に入れないでリリーに最後打たすっていうのもありはありですよね。入んな。ああ、リリーにタップさせればティーショット私が打てるんすよ。届いてくれー。こうなるともうボギー確なんよね。もう届いてないっすよね。重なってもたらミスやけどきっちり止まる。どうやろ、決めよるかな。止める方が寛容か。スピン、リリーにお膳立て。 2.9m。 まあ決めよるか。ちょっと弱いか。やった、頼むリリー頼む、ほんまお願い。 1.8。 変な横に動かすな、あかん。地獄や。ラインとか教えてあげれへんのかな、ペアやのに。地獄や。でティーショット打ち寄るんすよ、当たり前のように。めちゃくちゃしばきたいっすわ。これ女性とか関係ない、めちゃくちゃしばきたい、ほんまに。何当たり前のようにティーグラウンド立ってんねん、ほんま。この責任は208ヤードの私にかかってくるわけですね。うわ怖いな、当たるんじゃないのこれ。低い球でいこうか。当たった。ここまでは運んできた。近いっちゃ近い、ピンには近い。よう合わすわそんなもん、全然止めえな。うん、ちょっと中途半端になりましたね。パターで、もう絶対違うやん、絶対違うから。外した、絶対違う。それもよし、入れたら勝つ。外すわけねえだろバカ野郎。あっ、やったわこれ。外しよるわ。うわリリー、いやこれリリーは外す。
あ、行った入ってくれうわ、これがリリーか。いや、今のはまあ僕のせいですわ。今のは僕のせいです。ただあれ、リリー外すわ。 1.5 でしたね。え、リリーってゴルフやったことあんのかな、マジで。ほんまに。一生出会いたくないな。一生一緒にゴルフ行きたくない。あんなやつもう OK 出さな終わらへんやん。パターの練習全くしてきてないタイプのやつやん、あいつ。ナイスショット、ナイスショットよ。なんでそっちくれ。近い近い近い。リリー寄せてくれ。寄せて俺が入れる。俺が沈める。当たれ。おお、ミス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 。大きなミスよこれ。これでパー拾えんのかお前。うまいうまい。パーどころの騒ぎじゃない。危な。もうリリー並みやったら本当にね嬉しいんすけど。向こうまあまあリリー並み、リリーよりも強化された、強化リリーやからね。強化改良型リリーやから。こんなんでもめっちゃ怖いっすよ、もうリリーのせいで。よし、ツーアップ。この時点では前回もストロークで勝ってたから、もう全く安心はできません。いやー飛ぶわ。ええとこ狙っていきよった。当たった。まあそれほど体勢には影響ないけど、まあラッキーといえばラッキーですね。これは風でね、結構私の球は曲がると思いますので、あえて風を使ったハイドロー。よし、リリノスケがあとは寄せてくれての、あれ狙いどころおかしかった。おっと、裏切り行為始まってるよ。俺の巻いた毒がついに芽吹いてきたか。実はあの女とも内通してますんでね。よし、リリーだけが俺の女やと思うなよ。たまにはリリー、たまには決めてくれてもいいねんけどね。見てください、この外し方。女版リリーです、あいつ。完全な女版リリー。よし、オッケー。よし、結構余裕ができた。超えてくれー。超えへん。絶対ここやな。絶対ここやね、このホール。ウッド。ああ、賢いわ。なんかちょっとアルゴリズム変わったな。バンカーからチップインとかもあったからね。でもやられたことあんねん。それをやり返せばいいだけやねん。トップスピンでいく。バンカーなのに、シェッ、おら、よし、こいつはやってきよるよ。止まった。オッケー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 。フォーアップで来てる来てる。ティーショットやらせてほしいけど、ここはここ波乱が起こりやすいホールやから。よしよしよし、それでいい。縦に俺運ぶわ。もう
動揺しとる動揺しとるな、動揺しとる、謎のトップスピン足全然飛んでない、おじいちゃんの距離、あかんあかんあかん、これ無謀やわ、あこれあかんで、滑った、よしった、これはやったわ、メンタルがイカれてるやつってこうなんねや、安全に行こう安全に、今度は無理するとこ絶対しちゃうから、気当たるもん、全然これでいいから OK、 ミスる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 、多重ミス多重ミス、おーらおら、惜しい、狙い狙い狙い、ゴルフって怖いですね、こういう時のリリーは強いよ、おーれ、こういう時のリリーはもう冷酷な、そこまで、いやでもこれでいいんじゃないの、入るかもしれない、OK、 1ヤード残り1ヤード、リリーにも決めやすいところに置いてあげたつもり、リリー決めろ、よーし、ナイスリリー、よっしゃ、ファイブアップでハーフターン、勝てる、マジで勝てる、リリー今ハイタッチ見えましたか、リリーとの、しゃあ、フェアウェイ、焦っとんぞこいつ、どこ打ってんねんおい、バンカー行くぞ、それバンカーやから、いやそらそうやろ、狙ってたやん、わざわざ女の子にその難しいショット打たせて、打つんかい、うまく打てるんかいよ、届かんのかいよ、ね、よし、こっちはいいとこから、高台の上からや、リリー、ちょっとバッドリリー出たんちゃう、今バッドリリーが出た、ちょっと顔覗かしとったけども、ちょっとバッドリリー出たな、いやーでもこれ今のバッドリリーにこれは決められへん、負けた、多分負けた、同じような勝負でしょ、これ決めてきよると思うなー、あーミスりよった、向こうもパッド下手やね、この距離入らへんっすねマジで、あバッドリリー、ほらもう余計ひどい、入れる気ない、ほんまに入れる気ない、志村ナイス、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、全然大丈夫、あと2で勝ちです、あと2やで、あと2でいいねんで、酔わない酔わない酔わない、これはやったんちゃうか、あーよかった、もうそれでいいわ、一番やったらあかんのがこのプレッシャーの中でのイケよ、ナイスショットやけど、だいぶだいぶショートすると思う、これですよね、でここまで持ってきてくれてたら、あとは私がなんとかこれフルショットで寄せましょう、ピタリと止める、よし、もうボギーで終われる、あーうまい、うわーうまい、俺もリリー無理無理無理、行ったか行ったか、リリー行ったか、もしかして行った
周年のリリー、ここで見せてくる。こっち見やがった、入れた後チラッとね。私もやるで的な、やるときはやりますで的な顔しやがった。乗ってきたぜリリー。じゃあ俺も見せてやる。夢の共演やリリー。よし、まだまだ若いもんには負けんぞい。安全ルートを行く若いもん、結局250飛んでいないわけやもん。風が難しいぞ。読み切れてるのか、左に逸れたんじゃないか。ですよね。さあリリーの番だ。あ、いい方向はいい、方向はいい。あ、いい、乗ったんじゃない。乗った乗った乗った、えらい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 、リリーえらい、よう乗せた。ナイスオン。これはベタピンで来るか。ちょっと外した。これは非常に難しいパットになりますね。強く打つんでそこまで影響は。強い強い、強すぎる。くー、おっし、これをリリーが決められへんからな。1.6 をね。あーあー、すごい来た、ついにドーミー、ドーミー来ました。カカ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 ってなった。ふざけんじゃねえ、今までの怒りをヘッドスピードに変えて。おお、伸びた。こっちも負けとらへんな。飛ばしてくる。おっと、セミラフ。よし、チャンス。よいしょ。あー、いいとこ打ちますね。どこ打つかな、リリー。こうやって感じの、こういう時ミスるよのリリーね。どこでやってんの、どこでやってんの。嘘。なんか出たわ。マジ回しもんやん、こいつ。マジ回しやん。俺こんな頑張ってんのに、マジでマジ回し。同点でいいやぞ、分かってんのかほんま。いや乗せろ、もう乗せるだけでいい、乗せるだけでいい、マジで。いやマジ回しやん。おお、ミスるつもりやったんちゃうか、今の失敗したんちゃうか。外してくれたらもう確定。まあでも入れれば、いやもう入るよこれは。どこぞの女ちゃうねんから。よっしゃよっしゃ、やったー。3戦目にして経験値少な、勝っちゃった。ゆうさんのおかげで勝っちゃったわ。なんかくれたり。うわ、これだけや。悔しいけど君の勝ちだ。さすがだよ勇者。あー、200くれた、よかった。びっくりするわ、めちゃくちゃ怖いわ、ドキッとしたわ。ドローを抑えたい場合どうしたらええねん、マジで。
ち玉ドローはもう変わらんな。ワクワク。あ、ありがとうみたいなこと言ってきよった。よし、オッケー。じゃあ一応ちょっと見ます。キャラデータはいいとして、スターゲット、おー見てください、完全コンプリート。じゃあ次回はデューンのマッチかな、クラちゃんとのマッチ、あれ行きますかね。はい、ということで次回頑張ります。